演武開演。どうも、本日はローソンのおはぎ2種類を食べたいと思います。ダイナゴマスと白小豆では、まずおはぎといったらこちらのダイナゴ小豆の方からいただきます。では、いただきます。白黒って、お二方は仲が悪いのですか？こちらの白小豆、いや、白こまめだった。まあ、どちらもいいか。白こまめのおはぎって珍しい気もします。いただきます。はい、決めました。私の判定はダイナゴ小豆の方はとりあえずおはぎの王道というような印象で、さっぱりとした甘さとあんこの食感がとっても美味しかったです。白小豆の方も基本的には同じですが、こちらの方がよりお豆の味が強かった気がします。個人的には白小豆の方が好きですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。